皆さんこんにちは、31歳でファイアしたブリです。ということで今日はですね、半年後米株大暴落でヤバタニエになるのではないかということで、我が世界ナンバーワンヘッジファンドの、ブリッジウォーターズアソシエイトの創設者レイダリオ、レイチャマが、国債がヤバくなってきて、その後ね、銀行暴落、銀行破綻とかね、経済的にヤバくなるんじゃないかっていうインタビューの翻訳、そしてキャシーウッドのアークインベストをね、この動画が出ましたので、キャシュウッドのマネタリーポリシーやイノベル展望についてね、こちらも翻訳、そして AI 特需でパランティア株爆買いチャンスなのかと、パランティア株結構ね話が出てきてるので、これについて、そしてテスラ株300ドルいくのかということで、この4本立てでお話ししておきたいと思いますので、皆さんグッドボタン、スマッチョの方よろしくお願いいたします。それでは、今日はね、昨日は休みだったので、昨日は米株休みだったので、まずビットコインの方のね、マーケットから見ていきたいなと思います。ビットコインの方は、基本的に動いてないと。これは完全に来週のね、CPI。CPI でビットコインが動くのかというと、正直動かないんじゃないかっていうのがあるけどね。来週の12日かな。だからあと4日後ぐらいかな。水曜、木曜日ぐらいに、CPI があると、コアインフレーションとかね、発表されると。で、コアインフレが 5.3% から、先月の 5% ぐらいまで下がる可能性があるみたいなね、市場のマーケットの予想になってるみたいなんだけどね。これでビットコインがね、上がるか下がるかっていうのは、正直 CPI が悪ければ、もちろんね、良くても悪くても来月ってか、今月末のパウジの利上げってのはほぼ確なわけよね。あと2週間ちょいだけど、これはどっちにしても利上げする。その後で、CPI がそんなにね、下がってなかった暁にはパウジ2回目もやっちゃうでしょうっていうね、可能性が、2回前やるっていうのはすでに読んでるんだよね。しかもブラックロックのラリー・フィンクは、利上げあと4回ぐらいマックスあるかもしれないみたいなね。2回以上って言ってるから。だから、どっちにしても、今回はやる。で、その後2回目を、ね、9月末、ね、2ヶ月あるから。なんか11月、12月目。2ヶ月後か3ヶ月後か4ヶ月後にやるんじゃないかっていうのは、ブラックロックも読んでる状態だ。それが影響するのが、来週の、CPI。で、それがどうやってビットコインに影響するのかというと、利上げすればするほど、今度は国債のね、イールドが上がってくるわけよね。で、それが、今日2番目に話す、レイチャマの話とつながっていて、これ国債のね、イールドが上がってきちゃうわけよね、利上げをすると。そうすると、昨日も話したけど、アメリカ政府のね、債務上限撤廃して上げてるから、どんどんお金をね、すれるようになってきてる。で、お金をするって国債をね、どんどん発行する。ということは、でも 5% アメリカ政府払わないといけないわけよ、借金を。で、それがどうなるのかっていうところで、アメリカの経済ね、ボンドマーケット状況がやばくなってて、これでシリコンバレーバンクとか破綻したように価格が落ちちゃうんだよね。イールド上がれば上がるほど価格が落ちちゃう。ってことは、国債持ってる人にとっては含み損になってしまう。ということで、一番のリスクオフアセットである国債でさえ買っていたのに、シリコンバレーとか破綻していて、日本じゃなくてアメリカの4300銀行ぐらいある中で、ブラックロックのラリー・フィンクも言ってたんだけど、ちょっと銀行ありすぎだよね。だからね、潰れるのは、ね、中小企業だと思うんだけどね。大企業、メガバンクは潰れないけども。ということで、それによって、さらにね、資金繰りができなくなってくるスタートアップとか、テク系とかが増えてきたりとかする。ってことは、リスクオフだったのに、それがやばくなってきてっていう話で、じゃあそこからビットコインが、ね、リスクオンアセットとして見られている場合には、そっちにお金流れてこないよねっていうのは一つのベクトルね。ただ一方で、もう一つのベクトルで、そのスポットビットコインとかね、そのブラックロック申請した話だよ。これね、ブラックロックボレーション、ビットコイン、ジェミナイス、ヨーズ、デルージョン、ということで、もろもろ、この、ね、ビットコインがスポット ETF ね、申請されて、承認されれば、ビットコインはそちらのベクトルでね、爆上げするんじゃないかっていうのもあるから、必ずしも米経済が悪くなるからといって、ビットコインがね、下がるとか、そういうふうな、一つの短絡的な考え方では見れなくなってきてるねっていうのが最近直近でずっと言ってることです。だから CPI 云々でビットコインが上がる下がるって、ね、正直ないんじゃないかっていうのが今ゴリが見える感じね。どちらかというと、単純にテクニカル的に例えばボリンジャーバンドが云々だとか、そっちの方はあるかもしれないよね。ベアレッシュダイバージェンスでとか。ということでそのぐらいだと思います。だからビットコインに関しては、テクニカルだけ読んでても難しいし、米株との相関も外れてるし、難しい状況っていう感じかな。ということで、2番目です。1番目ね。レイダリオが米ボンドマーケットの状況が悪くて銀行破綻が訪れるという予想。これについてね、解説していきたいなと思います。
Ray, it's good to see you. Good to see you again, Jeff. So I think it's important that people understand you've been looking at the world and a lot of these issues that investors grapple with every day through a framework where there are three main, in particular, pieces of the puzzle, right, that are changing and that are happening and they're informing your view of what's going on right now. Can you just tell us how you're relating to all this? Well, yeah, these three forces are the biggest in our lifetime. Never magnitudes existed in our lifetime like they do now. You just touched on one. The largest amount of debt offerings and monetization of debt. What is money worth? What is the supply demand? で、私たちが生きているね、例えば80歳、70歳、60歳の人でも人生で初のことが起きている。それは何かというと、世界最大、まあ、過去史上最高の、まあ、デッド、負債がね、爆発的に増えていると。で、それのデッドのマネタイゼーションも起きていると。多分これはマネタイゼーションというのはおそらくデッドをどうやってマネタイズするかって、まあ、国債のイールドとかもそうかもしれないし、他はなんか ETF とかもできていると思うんだよね。リーマンショックの時にデッド、モーゲージのさ、あのサブプライムローンっていうのをさ、ETF にして買ってた、売ってたわけよね、投資の商品として。そういう感じ？ Talk about that in a second. The second is the political, internal political conflict. Populism. Populism of the left and the right at war with each other. That, and neither side is going to accept losing. That kind of...そして、ポリティカルディバイド、政治的な、ね、分断、これは、まあ、アメリカで言うと、まあ、デモクラッツとリパブリカンみたいなね、右と左、左翼、右翼みたいな。これはマクロに世界に、ね、広げてみると、ズームアウトしてみると、ロシア VS アメリカみたいな。ロシアは基本的に、まあ、右翼側。で、欧米と言われる方はリベラルといって、リベラル側は、ね、左側。LGBTQ とかね、イーロン・マスクも懸念している、行き過ぎたね、感じの考え方とか。あとは中国とアメリカみたいな感じで、まあ、政治的なディバイド。That has implications, their economic taxes, all that, but they go beyond that. And then number three is the great power conflict. In other words, the rise of a great power like China that's comparable to the United States in that conflict. で、さらに、中国がね、アメリカに次いで、まあ、世界的に強くなってきている、まあ、軍事的にもそうだけども、AI だよね、AI。ロシアの軍事能力はそんなに高くないけども、中国はやっぱり強いらしいよ、やっぱり AI とか使って、規律もあるし。ってことで、まあ、一つ目が、その、デッドだよね、負債。2つ目が政治的なデバイド、3つ目が世界的な、ね、台頭してきている勢力。Those three things coming together, each one of them is in greater degrees than has existed in our lifetime before. But if you go back in history, major times, and all three of them coming together have come together repeatedly, like in the... で、この3つというのは私たちが生きている中で史上初めてね、こんだけ出てきたと。で、しかも同時に来てたんだよねって話なんだよ。で、今同時に来てるわけよ。ね、あの負債が史上最高でしょ。で、中国の台頭、ね、軍事的なとかさ、中国が台湾をね、進出して制圧しちゃうのか、ロシアが運動なのか、で、政治的にもアメリカ人のね、このハッピー、幸せ、幸福度ってさ、過去最低レベルって昨日話したんだけども、それと一緒で、もう政治的にボッコボッコなんだよね。The 1930 to 45 period and other periods like that. So those three factors made me study the last 500 years of history to watch the dynamic of the rise and decline of reserve currencies, debt, but also of empires. So if you bring it to today's issues, we passed a debt ceiling deal. There was a big sigh of relief on Wall Street about that, and we're going to get a lot of treasury issues. There's some concerns about liquidity issues and whether that's going to come out of bank reserves, but you're thinking much bigger about what we're facing as a country in debt, right? Let's look at the mechanics of it. で、まあ、負債上限上げてみんなね、安堵してたけども、それによって、まあ、リクイディティの問題はなくなってきたっていうふうに思ってる、みんな安堵してるけども、レイちゃまはそれ以上の問題だと見てるよねって。だからリクリティの問題じゃなくて、その負債によってどうなるかってところをレイちゃまが話すの、これから。When the economics of a country are no different than the economics of an individual or a company, in that you can't spend more than you borrow, I mean earn, can't spend more than you earn without getting into debt. And if you have debt, you have to pay back the debt. The only difference is you can print the money. That's it. Which we do. And so the question is, what ends that, or is there no end to that? Is there a debt reckoning? Okay, there are two things that end this. First, that the debt service payments to those who are holding the debt who need it for reward, they want to get paid back plus an interest rate. So you have to have those debt service payments. Those debt service...ということで、負債バンバンのアメリカ政府が上限撤廃しちゃってるけども、これどうなるかというと、負債をね、国債買ってる人に 5% で払わないといけないんだよってところが問題になってきてるわけよ。この 5% とかってのがまあ問題ですよ、話して。Increasingly encroach on your spending. In other words, either this thing compounds, or, and that means that somebody's wanting to buy all that debt, but you have to pay back in one way.だからこれがデッドスパイラルといって、消費者金融とかもそうだよね。100万円借りてさ、来年ね、119万円、19% 119万円返さないといけない。でもこれちまちま返してると、この利子分だけでね、どん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 だるま式に増えていくっていうのがアメリカの今の状況。Another one that happens, it encroaches on other spending. So that's debt service is one. The other, and the other big one, is the supply-demand balance issue. In other words, when it happens that people don't want to buy enough debt that needs to be sold, you have the bigger price. It's a debt rollover question. And so, let's say, as we're now going to issue another huge amount of debt, and the owners of that debt, there's a lot of owners of that debt who own too much of it. In fact, the main problem that's existing today, that is with banks and with other governments and others, is they own too many treasuries that are losing money, okay?
で、だから負債がどんどん増えていくっていうのはアメリカ政府側なのに、今度はサプライとデマンドイシューの問題もあって、つまりこんだけイールドが上がってくると価格が落ちてしまうと。そうすると国債をね、アメリカ政府はバン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 発行したいわけね。なんでって、それでお金をね、キャッシュを得たいから。だからそれでね、借金を発行したいわけよ。ゲットしたいわけ。なんだけども、買ってくれる人いるのって問題わけよね。買ってくれる人いないの、今。なんでって価格が暴落してて、今後も暴落しそうな勢いだから。今価格暴落してて、今後上がってきそうであれば買ってくれるんだけども、今後さらにインフレでパウジーがね、利上げするでしょ。だからあと半年、1年以上は高いところにずっといるわけよね。ってことは価格もずっと下にいるんじゃないかみたいな話で。っていうことはその間買ってくれないよね。で、価格暴落するよね。で、シリコンバレーみたいに、バレーバンクみたいな感じで国債たくさん持ってるところは価格が下がって、まあ、含み損で、まあ、破産とかになったけども、それと一緒なことが起きてしまう可能性があると。需要とサプライがね、ディマンドサプライがね、変わってきちゃって、変わるっていうか、まあ、均衡じゃないから。じゃあ次どうな、じゃあ誰が買うのって言うと、最後誰も買ってくれないから、パウジーがね、FRB が買うしかなくなってくるよねってことで、今度 FRB の中央銀行を買っちゃうと、このね、トータルアセットがまだ増えちゃうって話で、そうするとインフレ退治の逆いっちゃうよねって話になるわけよね。だから誰が買い手がいないときに最後にね、ツケが回るのが中央銀行。それは良くないよねって話なの。And so, Silicon Valley bank losses and so on, and the banking system losses are largely due, including the central bank's losses, the Federal Reserve's losses, are largely due to holding bonds. だからシリコンバレーの破綻の、ね、主な原因っていうのは、国債を、ね、持ちすぎたっていうのは、レイちゃんが言ってる通りだ。で、国債持ちすぎて、国債の価格が大暴落してから含み損で、まあ、これやばくなってシリコンバレー破綻になったってね。And funding it with an interest rate that's too high. So that dynamic is very, very risky. Over the next couple of years, we're going to see that supply demand dynamic. And if that's, even if that's not a problem...で、向こう2年間とかでもこのね、ダイナミックスが変わらないってレイちゃんも言ってる。You have the debt encroaching on the debt service, so it's unsustainable. And the question is when? It's made more unsustainable by certain things in geopolitics, internationally. For example, ね、これが向こう2年間で続くだろうし、さらにジオポリティカル意思で中国とか台頭とかで、中台ね、欧米のね、まあ、侵入に対するあれがあったりとかさ、いろいろあったり、もっとね、非常にやばくなってくるよねっていう。That's one. Other countries too are increasingly feeling worried about sanctions. In other words, could they be sanctioned? These types of things can affect the demand for the bonds. If you get them to sell the bonds, then it's a real problem. So because that means either interest rates go up a lot or central banks have to come in and print a lot. And that's the thing that we have to be wary of. So in either ということで、まあ、どっちにしても、このボンドで、まあ、いろんなね、影響出てくるよっていう話をしていたのがレイチャムでした。そして次はね、キャッシーウッドの経済マニタリーポリシーの展望ということで、アークインベストがね、最新の動画を、これ昨日出したばっかりなんだけどね、これ紹介してきて、まあ翻訳していきたいと思いますので、皆さんグッドボタンのスマッチョの方よろしくお願いします。An increase, or it was flat in the last go around, but that the feeling was we will be seeing further increases in the months ahead in the Fed funds rate because of inflation. So I don't know how they're getting to this unanimous vote. I think Goolsbee, Austin Goolsbee, who's the latest member, he's stirring the pot a little bit, but not willing to go against the chairman when it comes to the final vote. Okay, so that's inflation and employment, which is what the Fed seems to care about, and both of the metrics they use are lagging indicators, which really makes no sense to me. Our confidence that we're moving into a deflationary environment is increasing by the month, especially because the Fed is railing against inflation when it is already coming down quite significantly. You know, it's interesting to listen to reports like Costco's and Home Depot's. Costco's basically saying, okay, we're going to have to clear inventory by cutting prices. They just come right out and say it, but the Fed's not incorporating those sorts of variables into. で、まあ、パウジーの方はまだまだ、ね、利上げあと2回以上は、ね、するのが適切だよねって言ってるんだけども、アークインベストのキャッシュウッドはデフレーションが、ね、毎月のレごとに、まあ、訪れてきてるっていうふうに言っていて、まあ、実際コスコとかコストコとかのね、そのインベントリーが少なくなってきて、じゃあ少なくなってきてんじゃないかな、少なくなってきてないけど、値下げしないといけないと。多分インベントリーがありすぎるのかな。When it is already coming down quite significantly. You know, it's interesting to listen to reports like Costco's and Home Depot's. Costco's basically saying, okay, we're going to have to clear inventory by cutting prices. だから違う、逆だったね。コスコとかホームデポとかっていうのは、インベントリー、在庫がありすぎるから、価格をカットして売らないといけないからという、価格カットってことは、ディフレーショナリー。で、それは一応見えてるよねっていうのキャッシー僕は言ってます。Right out and say it, but the Fed's not incorporating those sorts of variables into its analysis. Now, just to the backdrop though, away from these numbers, we're seeing rising bankruptcies. And a lot of the reason for this is because a lot of businesses take loans out on a floating rate basis. In fact, those are the only kinds of loans they can get. And the rates have gone up so much, 21-fold if you look at the Fed funds rate in a little more than a year. で、会社の破綻数が増えてきているっていうのはあるらしくて、まあこれ中小企業だけどね。なぜかというと、中小企業でそんなに信用がないから、インターレストレート、銀行から借りるときの利率っていうのが変動型なんだよね。固定型じゃないんだよ。なぜかというと信用がないから。でも変動型で今何が起きてるかというと、まあ、あれだよね。
この FF レートがめちゃめちゃ上がってるからそれでも払えなくなって中小銀行がね破綻してるっていう。And a lot of businesses just cannot afford these loans anymore. And you're seeing the same with commercial real estate. Strategic defaults left, right, and center just can't put up with the interest rate increases and the empty office buildings. One of my dear friends, a doctor in one of the best parts of New York City, Madison Avenue, Midtown, she's being evicted, and so is everyone else in the building because it's only half full. And this used to be prime property. Maybe that's too New York specific, but I wouldn't be surprised to see the same thing happening in many other big cities around the world. Maybe even the smaller ones, given the regional bank issues out there. Where else would we expect to see issues having to do with this massive increase in interest rates in such a short period of time? Well, we're learning now that in the private equity world, where you see a lot of collateralized loans, that there were $3 trillion. This is as of last August, but by that time, the Fed had already been jacking interest rates up by 75 basis points at a clip. $3 trillion in adjustable rate, unhedged loans of that sort. So I think underneath the surface out there, we're not hearing a lot about this, but that there is a lot of pain. And we also see that, that the KRE, which is the regional bank index, is just wallowing around where it was roughly during the regional bank crisis earlier this year. So no real recovery there either. And of course, one of the reasons is the biggest lenders to commercial real estate these days are not the big banks. They're not allowed to allocate that much risk to commercial real estate, but the regional banks.なるほど。今現在、その中小企業破綻してるとかっていうのもそうだし、ニューヨークで、ね、マリソンスクエアとかっていうところの近くでやってるリアルエステートエージェントのところも、このイールドが上がることによって、銀行からお金を借りるときのね、借金のね、利率がめっちゃ上がってて、もう、ヒーハー、ヒーハー、ヒーヒーいっちゃってるって。で、それで、まあ、リアルエステート系とかがすごい打撃を受けてる。なぜかというと、リアルエステート系のね、ビジネスっていうのは、メガバンクからね、お金借りられないらしいんだよ。で、リージョナルバンクから借りるんだって、地方銀行ね。だから、千葉銀行、埼玉銀行とかね、そういう感じからお金を借りることしかできなくて、で、そのリージョナルバンクのヘルスインデックスみたいなのがあってさ、で、リージョナルバンクってのは、その、まあ、シリコンバレーもそうだけども、いろんな銀行がさ、やばくなってきたわけよね。リパブリックなんとかって、そう思ったら、そうだけね。それが回復しないの、インデックスが。メガバンは大丈夫なんだけども、リージョナルの方は良くない。で、その良くない銀行からしか借りれないリアルエステートとかが今ね、やばい感じになってきてて、それのペインがね、めちゃめちゃ来てると。ということは、これ継続するわけよね。今後、利上げずっと継続していくってことは、リージョナルバンクもやばいし、リージョナルバンクからしかお金を借りれない中小企業とか、リアルエステートビジネスとかも今ギリギリっていうかもうやばい状況っていうの。これあと半年以上続くんで、半年1年。So we believe they are in quite a bit of under some stress. And that will continue if rates can continue to move up because the incentive...このね、アンダーストレスの状態が、quite some time 続くって言ってるんだよね。これ。だって、利上げずっとするわけやんね。To move to money market funds or government-backed funds is only going to increase. I think when the Fed will shift its spots is when companies start responding to margin pressures, as consumers start saying, we are not paying higher prices. And we're seeing that more and more. Costco's report was a very good case in point. And at that point, margins will start to come down, and they've already started coming down. If you look at corporate profits, the corporate profits measure in the GDP accounts, which is, it's called...はい。ということで、まあ、これがね、今現在のところでした。で、今週のね、次のね、ポイントに行きたいんだけども、AI 特需でパランティア株爆買いチャンスかということで、パランティアっていうね、ほら、AI と、まあ、軍事系とかね、ミリタリー系とかいろいろやってるんだけど、これがね、結構ね、記事でね、紹介されてるわけよね。Better Buy C3.AI vs. パランティア。パランティアっていうのは AI 関連だけども、あとね、ビッグデータをやってるんだけどね。で、これが結構ね、なんか何をやってるかよくわかんない会社っていうのはあるんで、プロダクトが。でも実際問題は、まあ、AI としてね、AI とビッグデータ重ねてるのはパランティアぐらいじゃないみたいなね、まあ、他にはビッグデータとかやったら、スノーフレーク、あれだよね、ウォーレン・バフェットが投資してるやつもあるんだけどね。でこのパランティアっていうのは結構出てきて、パランティアテクノロジーは helps government organizations and enterprises build deploy custom software applications through its platform Gotham。この Gotham とか Foundry とかっていうのが、まあ、AI を使ったりビッグデータを使って、まあ、インテリジェンスを使って何かをする。で特にパランティアがやってたのは、アメリカ政府とかイギリス政府に向かって、政府向けにね、ディフェンスシステムだよね、防衛。だから、イミグレとかその辺だよね、その辺のデータとかからどういう風にすればいいのかみたいな、ポリシーの決めるときのインテリジェンスとしてパランティアが使われたりするわけよ。だから、アメリカ・メキシコボーダーとか、そういうディフェンス系とかでもパランティアプロジェクトがあったりするんだよね。The company's roots begin with the US government, where it works with many agencies. It's also expanding its commercial business. Plantia generated $2 billion in revenue over the past four quarters. ということで、今までね、ガバメント系が多かったんだけど、プライベート、コマーシャル系も入ってきたっていう状態。で、まあ、これがどうなのかと。Plantia generates more than half its revenue from government customers, mostly America. アメリカの政府からの、ね、レベニューが半分以上。で、ただ、コマーシャル系も来てると。Defense spending has historically moved higher over time.ディフェンスだ、防衛費だね。防衛費のところでパランティアがね、AI とかビッグデータが使われてるわけよね。
The investor should see if Palantir's growth bounces back with the recent debt ceiling drama result. Palantir、なぜかというと、デッドシーリング、負債上限が撤廃されたから、防衛費ね。で防衛費っていうのは、アメリカの予算に含まれないっていう風な、スペシャルな例外で措置で含まれてたのよ。だから防衛費とか国防費は、予算の上限には含みませんってなってるから、それが今度パランティア防衛費とかでアメリカ政府は使えるよねって意味でパランティアの方が上がるんじゃないのってこう言ってるで、パランティア grew its number of US enterprise customers by more than 50% over the year。 だからコマーシャル系のね B2E エンタープライズ系の顧客も2倍になったって、2倍じゃないか 1.5 倍になったってね、去年だけでっていう話をしているパランティア。パランティア gets a note here until you see it ということで、将来的にはね、パランティア、まだ、ね、キャッシュポジティブではないんだよね。On the other hand, Palantir turned cash flow positive in 2021 and has begun posting positive generative exit back and principal profits too. 2021年からキャッシュポジティブになったらしいぞ、これ。まだなってないと思ってたんだけどね、Palantir Technology, cash and short-term investment, quarterly.、ということで、This is easy win Palantir, which is well-funded and still generating hundreds of millions of dollars in free cash flow.だから何百ミリオンもキャッシュフローで作ってるから、パランティアはね、いいんじゃないの。パランティア is not only profitable, but is reaching the point where expenses are leveling out. だから、イコノミーもスケールで上がってきてるから、まあ、レベニューとかがね。だから、エクスペンスっていうのがようやくね、まあ、収支で言うと、収入よりも支出の方が下がってきてる。っていうところで、まあ、いろいろなメトリックがあってって話ね。Palantir took all three categories. ってことで、Palantir が、It could be Palantir that is better next 5 years. まあ、C3AI って何のか知らないけどね。ってことで、これが一つのね、一つの Palantir の記事でしたよ。で、他にもね、記事があるわけよ。Palantir。ということで、まあ、Palantir Technology Shareholder Returns have been favorable, earning 65% in one year. これは、Share Price is 65% up っていうのは、株価が1年で 65% 上がったっていうだけだからね。で、これここのことなんだよね、大体。パランティア、ここからニョッキキしちゃったと。これも買いたかった。やばくないこれ。7ドルから16ドルまで上がっちゃってさ。これちょっと一回落ちてきてほしいよねってずっと言ってたんだけどさ。まだね、落ちてこないっていう話なんだけども。まあ、株価が上がってるからっていう問題じゃなくて、やっぱそうね、キャッシュポジティブになってるけど、プロフィタブルではない。利益はまだ出てない。レベニューはポジティブかもしれないけど。Palantir technology isn't currently profitable, so most analysts would look to revenue growth to get an idea of how fast underlying business is growing. ということで、まだね、利益は出てない。Over that 12 month, Palantir technology revenue grew by 21%. 過去1年で 21% レベニューが、ね、上がったと。でも利益はまだ出てないと。ということで、まあ、株価 65% 上がってって話で、まあ、こんな感じで、Earning and revenue growth。今2023年で、青がレベニューね。で、アーニングが、これ赤か。で、キャッシュフローはポジティブなんだけども、で、レベニュー上がってきてんだけども、まだね、その、支出の方が、エクスペンスがあるからって話で、でも、2023、24、25とね、なだらかに上がっていくみたいな、そういう感じではあるんだけどもね。でも、こればっかりはね、まだわかんないよね。ただ、AI を使ってるってところがあれなんだよね。Of course, Palantir technology may not be the best stock to buy. ということで、まだね、わかんない。だから、まだね、まだ、その、スタートアップみたいな感じで、まあ、茨の道であることは確かであるということね。で、institutions along with the retail investors who hold considerable shares in Palantir technology come under pressure, lose 7.5% of holding values. これ2023年の、だ先月の末だよね。先月の末なんだけども結構ね、10% of technology held by insiders。つまり自社株を 10% の人たちがね、持ってるってことだね。While institutions who own 33% came under pressure after market cap dropped to $31 billion last week. だからこれ見てみると、パランティア株を持ってる人たちのね内訳なんだけども、3割は機関投資家で 10% は自社株を持ってるね。だからエグゼキティブとかね、社長とかそういう人たちで 52% がまあ一般のリテールトレーダーってことね。だから3割と4割。だから4割ぐらいは、機関投資家と会社の社員とかって感じ。だから結構、ポイント、でかいよね。機関投資家が爆売りしちゃったら、利確して爆売りしたら、パランティアの株が下がるって意味なんだよね。10% ほじってるってことは、エグゼキティブがね、これ売っちゃったら結構下がる。まあ、機関投資家もそうだけどね。っていう話。ということで、
What does the institution ownership tell about frontier technology? ということで、そうなると、まあだから結構でかいやつがね、クジラが売ると価格が落ちちゃうよねって話なんだね。You could see the share price drop fast. ここからね。If multiple institutions change their view on a stock, ね、at the same time, you could see the share price drops fast. だってクジラがね、売ることできちゃうから。っていうこと。ってことで、Dunk Company's largest shareholder is Vanguard. Vanguard ってあのね、インデックスファンドやってるよね、Vanguard ね。ヴァンガードが 7.8% 持ってたね、うん。で、次に、second and third largest shareholder, 6.9%、4.7% shares understanding. Peter Thiel, ね、who is the second largest shareholder. この人はね、パランティアの創設者だね。かつ、ペイパルもやってた人だね、ピーター・フィールって。で、この人は右翼側ね、左翼じゃなくて右翼側、つまり国防をしっかりやらないといけないよねって側で、だから、ピーター・フィールはパランティアでね、国防関連とかもやってるって話なんだね。この人が、まあ、トップのね、あれ。で、さらに、アレクサンダー・カープってね、これ今の社長なんだけども、株の 2.6% 持ってるらしいと。だこのピーター・フィールとアレクサンダー・カープは売らないと思うけども、まあ、ヴァンガードも売らないと思うけども、まあ、でもね、縮小することあるかもしれないよね。うん。ということで、インサイダーが持ってれば持ってるほど価格がね、落ちやすくなってしまうからっていう話はあると。ということで、まあ、それがね、パランティアのニュースでした。うん、パランティアどうなるのか、まあ、AI 関連では確かにね、熱くなくはないかと、うん、いうふうに思う。で、最後に、まあ、これね、パランティアの話で、テスラ株300ドルいくのかどうなのかっていうね、話なんだけども、On the threshold of a breakthrough, Tesla strived towards a $300 share price amid record-breaking sales and bold market strategies. ということで、これね、テスラ、めちゃめちゃ上がってるよね。Despite a 75% decline between November and January, 去年の、2021年から、ね、2023年1月まで 75% で暴落したんだけども、今年だけでね、2倍以上になってるって、それがね、今この状態なんだけども、どうなるのかというところ、まあ、こればっかりは分かんないけども、まあ、実際問題ね、これ、まあ、Q2、Q3 のクォーターのね、決算でどれぐらい上がってくるのかっていうところも分かんなくないから、そこなんだよね。It will offer investors valuable insights into Tesla's Q2 performance and shed light on company's ability to sustain its positive momentum. まあ、これはね、実際問題、米株に関しては、たとえテスラでも、たとえAI でもね、イニスゲームもモメンタムとパーサークルーショーレジスタンスレベルと300にレジスタンスがあるということで、まあ、どっちにしてもね、アップルでさえも、テスラでさえも、ビットコインとちょっと違って、米株だから、国債のね、ボンド入りだとそうだし、あとはね、パウジの利上げ、うん、これでリセッションで、特にテスラとアップルっていうのは、B2B じゃなくて B2C だ、コンスーマー向けだから、ね、コンスーマーがお金なくなってきたら買えなくなってくるからね。と、うん、いうことで、まあ、影響を受けるんじゃないかなってことで、今これ300ドルぐらいのところにね、レジスタンスがあるわけよ、ここね、見てみたら分かるけど、ここね。うん。だから、ここを超えるのは結構難しいんじゃないっていうのもあるし、まあ、個人的にゴリが見てるのは、これね、これ将来ね、一度もね、ここまで戻ってこないって、あり得るかっていったらあり得ないところやもうから、今ちょっとね、まあ、上に行ってるけども、一回は調整で落ちてくるよねって思うから、そういう意味でゴリ見てます。はい。ということで、皆さんね、こちらの方を見てください。短期トレードするなと言ってるのにポチポチしてしまうそこのお前らに言いたいことがある。どうせ短期トレードするならこの取引所でゴリにお賽銭代プロテイン代を伏せしろ。ここで企業のスポンサーを発表。 FXGT というプラットフォーム、 FX 仮想通貨ビットコインイーサリアムゴールドコモディティ株式米株テスラとかアップルなども含めオールインワンでトレードができる。このメリットがなんと24時間日本語対応のサポート。さらに今ならゴリの視聴者に特別にキャンペーンとして KYC つまり新規登録で入金不要。 KYC をするだけで1万5000円分もらえるトレードができちゃう。もっと使ってみたい方は10万円の入金でさらに10万円のボーナスがもらえるので、合計2万1000いや21万5000円の証拠金でトレードができる。さらにここの強みは仮想通貨だけではなく円やドルで証拠金を入金することができるので、ステーブルコインを他の取引所から送金する必要がない。さらにロングポジションの場合もスワップ手数料が無料なので、ビットゲットやバイビットと違って長期保有する場合手数料がゼロ。この機会に登録して試してみてくれ。いっちゃってる。ということで、まあ、これのね、チェックなんだけども、まあ、リフィードデーが3日前にやって、結構今3日経ってんだけど、体重全然落ちてません。やばい。やばいのか。質感はね、まあ、同じぐらいなんだけど、で、すねのね、筋肉じゃない、すねの血管がね、そこまで3日前で変わってない状態。だから3日前に食ってから、すねの血管が翌日消えて、昨日ちょっと戻ってきて、今日ちょっと戻ってきた感じ。で、まあ、今ね、まあ、腹筋の下の方はね、まあ、血管こうやって出てるんだけど、問題はね、ここじゃなくて、
すねの血管と肩の血管がどれだけ出てくるかであとは分かる、まあ、あとは腹筋の、ね、上の方、シックスパックの上の方の結果まで出てくれば多分仕上げのね最終段階ということで、なかなかちょっとねまだ戻ってきてない状態なんで、ちょっとペースを上げないなと思って、あと昨日カロリー計算してたんだけど、ちょっと食いすぎてたかもしれないなと思って、まあ、昨日1200カロリーぐらいなんだけど、ゴリの場合ね1200カロリーだとなかなか体重落ちない状態だから、あと1、まあ、今週1週間でずっとやってきたんだけども、なかなかね質感もね来るんだけども、次の段階まで落としたいからってことで、あの今日からあと1週間で、ね、カロリー制限多分300キロぐらい落として、さらにでカーリオと筋トレ継続して、でか、ね、だからカロリー300と落とすともう本当に筋トレできなくなるぐらいね、本当に今すでに結構さ体さ筋トレ中体しんどいのよ、うん、なんでってエネルギーが足りない感じ、なぜかって減量でカーリオやってるから、あ今のカロリーだけで筋トレしてたら大丈夫なんだけども、それプラスでカーリオをやってるからすんげえグリコーゲンがさ枯渇しちゃって、エネルギーが筋肉にいかなくてね疲れちゃうね、うん、っていう状態なんだけども、そこからさらに300キロねカロリー毎日落としたらさらに、ね、筋トレができなくなるって感じなんだけども、まあ、最後のね大会前 1,2 週間って筋肉増やすっていうよりはね、どちらかというと絞るっていう方だから、まあ枯渇させてね、だからちょっと向こう1週間厳しいかもしれないけども、ちょっとね最後の最後の仕上げじゃないけども、まあちょっとカロリー制限を極にして、まあそれをするためにリフィードデーをね3日前にして、ちょっとメタボリズムを、ね、1回ねリセットしたみたいな感じなんだけどね、ところでやっていきたいと思いますね。皆さんね今日のねニュース、お膳立てじゃないけども、なんだ、うん、特大パックで話しましたので、役立ったと思ったらぜひグッドボタン、スマッチャーの方よろしくお願いします。プロテイン代、クレアチン代、グルタミン代もみんなお賽銭の方投げてくれ。ということで皆さんまた後でお会いしましょう。バイバイ。